ブレッシュル・オルジュは、フランスのイルド・フランス地域圏、エソンヌ県のコミューン。パリの南約27マイルに位置する。エソンヌ県の中心に位置し、自然区分上の地方では、ウルポワ地方に属す。コミューン面積のうち49%が農地で、40%は都市部に組み込まれている。コミューンの西側境部分をオルジュ川が流れる。ブレッシュル・オルジュの起源は、 ガロローマ時代に遡る。ラテン語の名、ブリティニアクムから来ており、これは、ブルトンの土地を意味する。その時点で、コミューンの名は、この時代に、ブリテン諸島と呼ばれていたグレートブリテンに起因していた、ことが証明される。ブレティニーは5世紀から8世紀まで、メロビング朝王家の所領だった。コミューンとなった時のブレティニーの名には、アクサンテギュがなかったが、 1801年に追加され、1898年より、オルジュ川にちなみブレシュルオルジュとなった。17世紀のカッシーニ地図に描かれた、ブレティニーコミューンの中で、古い時代の道具が発見されている。戦死時代と古代の歴史の発掘品が、そこに人が定住していたことを証明する。ローマ時代の農場であった、ビガルスティカ、ガロローマ時代の皿といった。 発掘物が、この時代から農業が重要であったことを示す。この土地は、リムールの修道院の創設にあたって697年、ブリティニアクスと記された。1030年以降、ペトロに捧げられた、最初の教会が建てられた。12世紀に、フォンタニスの報道は、ロンポンの修道院に属していた。封建時代の城は、バシノムの名で、 現在のブレティニー中心部にあった。1220年、パリ市教、ギオームド生ヌレの特許状大長では、ジャンド・ブレティニーの報道となっていた。中世のブレティニーは二つの教区に分かれ、複数の領主が領有していた。百年戦争は大規模な被害をもたらした。教会は荒廃した。領主が何人も変わり、1614年には、 フランソワ・ド・マルテルが領土を手に入れ、城をルイ13世様式に刷新し、運河が備えられたフランス式庭園を作った。1843年、ブレティニーからトゥールまでの鉄道路線建設のため込みのには2つに分割された。1865年には旅客と貨物両方が停車する駅が作られ、農夫たちが生産物を 直接パリへ出荷することが可能となった。1938年、ブレティニーとルプレシパテにまたがる土地に空軍基地が設置された。第2次世界大戦後、基地は試験飛行を行う第217空軍基地となり、航空宇宙医学研究所、フランス気象局センターが置かれた。ブレティニーにて1953年8月15日、 および1955年5月31日、ジャクリー・ヌ・オリオールは、テストパイロットとして、ミステールに登場し、音速の壁を越えた女性となった。1968年、ブレティニーは、パリ協定の交渉のため訪れた北ベトナム特殊で、ドゥクトを迎えている。1990年度のツール・ド・フランスにおいては、ブレティニーは、最後のステージとなった。 戦後大規模な都市化が行われ、ビクトル融合、ラフォンテーヌといった高層集合住宅群が建設され、1960年には新しい教会、サンポール教会ができた。2001年、フランス気象局センターは閉鎖され、第217空軍基地の機能は、イストルにある第125空軍基地に部分的に移転することとなった。国防の現代化プログラムによって、 ブレティニーの飛行試験センターは2009年に閉鎖された。2013年7月12日午後5時過ぎ、当時のブレシュルオルジュ駅で通過中のパリ発リモージュ駅の列車が脱線し、少なくとも6人が死亡、30人が怪我となる惨事となった。1968年以降は陰性を参考。ありがとうございます。